おはようございます。ただいま朝の6時くらいですね。今日は私の1日密着動画を久々に撮ろうかなと思います。これからオフィスに行くんですが、その前にスタッフの子と朝ごはんを食べてから向かいたいと思います。結構ね、毎日いろんな朝ごはんを最近は巡っていて、今日は六本木のグリーヨーグルトに行こうと思います。いつも Uber で頼んでるお店なんですけど、朝7時からやってるっていうことなので、そこに寄ってでオフィス行っていろいろ撮影したり配送したりしながら今日過ごそうかなっていう感じです。最近はもう朝6時とか5時に起きるから、夜はもう9時とかに寝ちゃいますね。9時に寝たらだいたい深夜の2時には目が覚めるので、そっから1日がスタートするって感じですね。もうおじいちゃんみたいな生活してます。それでは行ってきます。これオリーブオイルだった？うん、甘カフェにした。昨日夜9時くらい寝て、1時くらいに目覚めた。何で？私は8時くらいに寝ましたよ。何時の時？11時とかだ。じゃあそんな寝てないんだ。何のドラマ見始めた？昨日結局アニメしか見てない。転生したら剣だったとか。レディスオブルクって結構重いかも。めっちゃ重い。塩コショウ欲しい。でも水抜きしてみたいな。グリーヨーグルト屋さんやる？一応飲食店でも登記したから、バーとか曲がりさせてもらってさ、昼とかにやってくね。ウーバーだけとか。それは賢いですよ。ついにカフェラテデビューしました私も。今まであんま好きじゃなくて苦いなみたいな。ホワイトモカで、まあ全然飲めるくらいだから、苦いよりは。私別に顔とかでそもそも恋愛ってうまく進まないなって。この年になったら顔がいいから変わろうが結局人は変わらないから、しかもさ超お金持ちの奥さんとかってさ、別にそんな超美人ってわけでもないしさ、死後的な同性から好かれてる人って感じ。いい感じで朝ごはん食べたから撮影かな。配送しようと思ってさ、今日さお家にあった昨日着てたさ白のさワンピースあんじゃん。あれの黒があったからアフターコード取れるやんと思って袋詰めしたの。忘れちゃったよね。朝今8時くらいで、朝空腹の状態で30分ウォーキングするとめっちゃ脂肪燃焼効果があるらしくて、なので今日はそれをやっていきたいと思います。でもさっきね、あのグリーヨーグルト食べちゃったんで、グリークヨーグルトだからちょっともう満腹ですが、そうそうオリーブオイルにしたからね。今日コート着てるの出しすぎてやばい。最近何か気をつけてるダイエット？気をつけてることはヨーグルトを朝食べようとしてます。やっぱ朝うんちが出ないと良くないらしいですよ。出てますか皆さん？毎朝うんこは出てます。出てます。我慢。今も行きたいらしいです。やっぱ朝はね、朝活大事。今1キロ歩く感じです。でもさ、なんか小学校の時さ1キロ歩くみたいな企画なかった？なんか1キロ歩こうみたいな小学校で企画があって、めっちゃ歩いたの。1キロってこんな遠いんやと思って六本木から青山を歩いております。いい運動ですね。ケツパッド買うことですね。ルナのあれはお尻が丸く見えるから、ウエストが相対的になんか視覚的に細く見えてるだけなんですよね。実は最近恋愛してますか？してないですね。でもなんか今日朝起きたらお尻が痒すぎて、本当に痒すぎてめっちゃ痒いてたのよ。そしたら腫れてきちゃって、お尻の穴がかぶれたのかしら。洗ってないパンツを履いたの？違うの、なんかお風呂入ってないからパンツそのまま過ごしてたら多分それで腫れた。いや、 やっぱね、洗ったパンツは履かなきゃダメってことに気づきましたね。青山のパークアク室が見えてきました。これだよ多分。そんなことある？ちょっとお米の毛ついてる。おしゃれだよ。あ、いいじゃんここ。食べたい。美味しそうだよ。何ジュースがおすすめ？ウーバーないの？この距離ならリアル普通に買えるね。約1キロあっという間に走り終わりましたが、どうですか今の感想は？走り切って、いや、いい朝ですよ。今日は帰りたい。今日はよく寝れそうですか？はい。また絶対家帰ったらさ寝ちゃうね。ランチです。いただきます。これさ初めてだよね、食べないよ。私おすすめだよこれ。舞茸でかすぎてしたバロが。めっちゃでかい、でかい。フランフランに向かってます。お昼ご飯食べて、今日は配送もう朝からめっちゃやったから終わりました。今日何件くらい配送した？40くらい。ありがたいね。配送さない時とか全然なかった昔？
1日に何個かあるかなみたいな。でもだから全部揃ってないからっていうのはある。ああ確かに。売れてないはない。ああ、そうです。ただいま朝の4:44です。実はもう昨日は朝活して朝7時くらいにグリーンヨーグルト食べに行って、オフィスで撮影とか配信して、うどん屋さんで明太かまたま食べて、その後ゆずストラス買って、今寝てて3時半くらいから寝てました。ずっと朝活するとさ寝ちゃう。ちょっと中本寝させたいと思います。やっぱりね、一日をうどんなんかで終われないので、やっぱりあの中本さんで終わりたいなっていうことで、本日もはい中本で締めていこうと思います。待って、やばい、お湯足りない。ちょっと待って、お湯沸かしてくる。でも今黒ウーロン茶がなくてさ、胃もたれやばそう。昨日フランフランにさ、オフィスの家具とか買いに行ったんだけど、ここでまさかの働いてた方から DM 来て、しかも結構ずっと DM してくれてた子で、でやり取りも結構してた子だったらしくて、今日 DM を帰った後にもらって、えみたいな、あのレジの子がみたいななって。私しかも今日さ髪の毛マジで3日くらい洗ってなくて、家から出てなかったから、だから私そういう時って全然髪洗わないの、汗もかいてないから。そうだから髪洗ってない、マジロッチみたいな、すっごいボサボサのロッチ中岡みたいな、すごいボサボサの髪型だったんだけど、からのもうすっぴん。服だけは撮影しなきゃだから、服だけもう超可愛いみたいな。でもだからもう超非対照的な顔面とボサボサロッチと可愛い服みたいになってて、それで行ったからフランフランに。ちょっと気遣いずってたっぽくて、入店した時からもうなんかもしかしたら探偵ちゃんかもみたいな、服の感じとかスタイルとか髪の毛とか、あとは YouTube でいつも見てたから声で分かりましたってやっぱ言われて、もうちょっとあの可愛い瞬間にね見ていただければと思いますが、まあそんな時もあります。でもすごくね、マジ世間狭いよね。だってさ、私結構あのフランフラン行くのね、行くし、お母さんとかとも結構家具買いに行ったりとかしてたから、マジでよく行ってる場所だったから、そこでさ視聴者さんが働いてるのもなかなか珍しいじゃない、世間狭いなって思った。だから本当にさ、私も気づかれたくない時は本当にマスク帽子超深くかぶって、しかも超ダサいジャージみたいな、高校生が着てそのジャージと、なんか足とかを出せないの一切。でも今日は本当にたまたま撮影をねしなきゃいけなくて、お洋服の、それで可愛い服着てたのよ。見られてしまった。もう本当にマジこの世の終わりみたいな髪型と顔とねしてて本当に辛い。しかもグリーンヨーグルトを朝から食べて結構重かったのね、それがすごい顔もむくんでて、なんかすごく辛い。でももっと可愛いところをね見てほしかった。はい、という感じで、中本って何分くらい待つのこれ。結構食べてるのにさ、あの動画ぶりでよ、食べるのあげたじゃん動画、あれぶりです、食べるの。え待って、今日なんか薄いかもしれない色が。えもしかして粉薄くなった、あの動画ぶりです食べるの。言うてでも2週間ぶりとかかな。まあでも2週間に1回食べちゃう結構やばいか。家にねたまたまちょっと買ってきちゃっててあったんすよね。お米が乗ってきそうになってる。中本食べてるとお米がやってくるんです。すごい可愛いね足。最近韓国ドラマ見終わりすぎてさ、超昔のトーンイとかみたいなね、納豆を入れるとマジでマイルドになってる。こぼれた。もちろん締めの米も入れます。それでは食べていきます。今日の一日はこんな感じでした。なんかもう最近さすごい暇だから、バイトでも始めようかなって。カフェとかでバイトしようかな、もはや。うん、じゃあ食べてきます。今日も動画見てくれてありがとうございました。バイバイ。食べ終わったのでご飯を入れていきたいと思います。あ、美味しい。